来い。輪切りにせよ。え？うん。いや。はい。はい。何これ？何これ？え？作るか。何これは？いや。お。うん。お。はい。なんだこれ。いやでかすぎだろ。そんな割り切れ、え？火力をキープせよ。いやあ。味を見てくれ。いや切っただけだろ。悪くないだろ。うえーみたいなあるかみたいな。うまくできたようだな。うえーみたいな。おじさん、おうえー。まこれクソ失敗したらさ、そうなんのかな。気になるやん。どうなる。さて作るか。みじん切りにします。切れちゃった一回。よしやるぞ。あどうなる。一口食べてみてくれ。ギコギコはしません。悪くないだろ。難しいもんだな。おじさんごめん、正直言ってこれじゃ食べられないよ。次は頑張ってね。何にも料理残らなかった。しかも何にも残らなかったよ。まだ A じゃないかやってるぞ。 ん何なんだあれは。あれは A じゃないかだよ。A じゃないか。最近各地で突発的に起こってるんだ。何でも世直しを訴えるため民主の運動が始まりだそうだ。しかも悪いことにそのバカ騒ぎに便乗して窃盗や暴力を行う奴らも出てきていくの。俺たち商人はかなり迷惑してるんだ。うわーやめてください。買ってる商品を持っていかないでください。A じゃないか。これくらい世直しじゃ、世直しじゃ。A じゃないか、 A じゃないか。全然世直しじゃないですよ。迷惑です。おい、何が A じゃないかだ。窃盗が許されるわけないだろ。デモみたいなもんなのかな。 A じゃないか。A じゃないか、 A じゃないか。うざ、顔うざすぎだろ。 おいお前ら、 A じゃないか、 A じゃないか。いいわけないだろ。 A じゃないか、 A じゃないか。 A じゃないか、 A じゃないか。切れた。なんでだよ。なんでそうなんだよ。ちょっと止めてくれるんじゃなかったんですか。行こう行こう。流されるとこだった。なんとも恐ろしい踊りだなこれ。よしやるぞ。今日デイリーやってないから。え2時半。俺メイン1回しか進んでないんだけど。え俺今日え4時間40分龍が如くやってメイン2回ぐらいしか進んでなくない。ガチで悪くないだろう。一生こんなことやってたぞ今日。いまいち。アナゴ。で、え？釣れんのかなこれ。黙れマジで。でサメ釣れんだよ。特に25種類かこれで。でサメ釣れるんですけどこのゲーム。もうおやっさんとかよくね。おやっさん切られたとかよくね。来た。よし。ちっちゃすぎ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 。さすがにちっちゃすぎだろ。今度こそ無事に返そうだ。なんか後ろに人いない？今回なんか
なんだその顔。いらっしゃいませ。やった、いなり寿司を。お客さんの注文で今日のいなり寿司おしまいみたいです。よかった。後ろのやつ買えなかった。ざまあ見やがれ。さあ食おうぜ稲荷。何？ん？詫びの一つぐらい入れたらどうだ。さっき買った稲荷寿司しかない。マジで許せねえ。死ぬほど並んだのに。それは俺のお稲荷さんだ。なんでここポイスで伝った。なんでここを別撮りなんだよ。逃がすか。待て。流れ早いんだよな、ここ。やはり風呂はいい。流れるプールやん、これ。そろそろ上がるか。気持ちよさそう。ん？服なくね？服がない。俺の着物がない。なんだこの顔。父さん、ん、ん、なんだこいつ、泥棒。今の俺の着物。おい待て、お客さん、裸裸。いや、お前、ちゃんと見とけよ、パンダイてめえ。ふざけんなよ。おめえのせいだろ、パンダイてめえ。なんだこれ。なんだこの図は。やばい、こっちだ。ケツ、ケツが。うるぅ、ケツが。まさか裸のまま外まで追いかけてくるの。観念するんだな。おかっぴき。来たぞ、あそこだ。え、しまった。お前も年貢の納め時だな。くっ、なぜこっちを見てるんだ。泥棒は俺じゃないぞ、そっちの男だ。声だ声だ。町中をすっぱだかで走り回っていた男って名前だな。な、何？いや、俺は着物を盗まれたからそこの男を追いかけただけだ。言い訳するな。この貧体を引っ取れろ。面倒なことになってきたな。一旦銭湯まで逃げよう。逃げ方。なんで刀持ってる時の走り方。まだ来るか。叫んなよ。でこんな目に。割ればいいんやろがい。割ればいいんだろ。俺が薪をお前の。うん。うん。任せろ。信じる俺を。お前らの信じる力が俺の巻き終わる力に変わる。俺を信じろ。全額俺にベットしろ。なあ、しゅー、逆転だ。正解は51×60。なんとポイント16.7倍だ。47,800 ポイントが85万8000。ビッグドリームきた。47,800 ポイントがなんと85万8000ポイント。勝負出すぎだろこれ。ゼロにかけてるやつ、ゼロから10にかけてるやつ、なんと当たったら387倍です。今ゼロから10にかけるとポイント450倍。皆さん450倍ですよ。ちなみにガチでやる、俺はちゃんとここ笑いなしでやる。うわっ！うわっ！やったー！100本抜き！マジか！マジか！100本抜き！お、見たか、おい！マジでやったぞ、俺！100枚抜き！ポイント14倍です！25万かけてたやつが2人！スタ
ター芸術ジョジョと抹茶風味かもさん、なんと25万ポイントが355万9799ポイント。とんでもないことになりましたよ、これ。汁出まくりやろ、これ。よっしゃ、一山当てるで、麻雀で。行こうや、行こうや。そっち行くの？そっち行っちゃうの？上がれんじゃね？少年まで。リーチピン、リーチタイヤドラ。バッツオのドラー、裏乗ってハネマン。ちょっと待ったれや。裏乗らない。バッツオのタイヤを。あ、ドラドラか。ドラ2。そうか、赤で。うわーし、シュワーシュワー。あー、脳から泡出てます。脳から泡が止まりまへんねん、これ天敗じゃん。でもこれ、あれだな、リーチしなくていいな。あるるるるるロン。タンヤイーペドラドラ。タンヤオイーペコドラ2。ゴストさんです。1万2000の47,700点。あー、もう勝ちじゃない、これで。作業でしょ、今の。はい、これでほぉやばすぎ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 。4万5000プラスこの卓やばくね。これで展望を景品交換で、これで銀の皿と銅の皿を売りに行く。なんお料散々遊んできてこの顔散々遊んできてこの顔麻雀打ってきてこの顔。父親のことを狼から聞いた。薪300本割ってこの顔。俺キュウリ持ってるよ。なんなら自家製。何が？活力だ。今すぐこれを味わいたい。一体何に使うんですかね。絆が芽生えたふざけんな。別に芽生えたくもねえ。山吹遊ぶあげるって何。おいでやす、アンナドス、いかがです、飲み比べでも。飲み比べ。面白い。負けて酔っ払っても知らないぞ。望むところです。何？なんだ？どうしよう。うわ。え？くそ。頭がクラクラする。え？これで一両。これで一両。終わった。いや、まあ得、いや、違います皆さん。僕はこの店に得を。また来てくれたんですね。私はこの店に徳を積みに来てるんです。全然そういうあれないです。はい、やましい気持ちはね、全くありません。私はここに徳を積みに来てるだけです。いただくとしよう。おーしよしよしよし、なるほどね、連打でね。おいしいお酒。酔ってきてる酔ってきてる酔ってきてる。お客さんですよ。はい、はい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 。お前の番。お前の番です。いただきます。もうダメ。私の負けです。うまい酒だったぜ。よし、じゃんけん勝負しましょう。負けた方が服を脱ぐ。でどうです？脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国地獄どっちじゃ。はい、勝ったー。バカな。いや、まだ運ゲー。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に。でも右でチョキじゃない、だって今これ右でチョキじゃない。地獄どっちじゃ。
俺も気づいた。右手パーじゃないこれ。これ右手パー、右手パー。いや右手チョキ、右手チョキ。どっちじゃはい。よっしゃ。しゃあ。パーじゃないこれ。パーじゃん。こいつよく見たら右手が最初にもじゃんけんの形になってやがる。しゃあら。これグーだ。もう俺も分かる。これグーだ。心眼出すまでもない。ほら。じゃんけんマスターなめんじゃねえ。お強いですね。恥ずかしい。心眼なんていらねえんだよっしゃー。お客さん、解放してもらえます？恥ずかしいから部屋を暗くしてもらってもいいですか？俺は見せるぜ。なんだこれ。ちょっと待って待って待って。解放ボム？解放ショット？なんだこれは。核だ。やばい、ちょっと待って、むずい。まだ立てるぜ。マジかよ。当たったの今の。一回ボム行くか。マジか。ちょっと待って、これむずくね。天にも昇りを馳せ。わけわかんないっすよ。何？本気出してくれていいよ。まだあるのか？よし。やばい、第二ステージ。ああ、そこは気持ちいい。何か難しい。もう。いやまあきついこれ。なんか硬い。よっしゃ。天にも昇るようです。すごいお上手。しゃ。男らしくて素敵。あまりにも心地よすぎて意識が遠のきそう。これ解放だよね。まだ酔ってるみたい。これ解放だよね。もうちょっと解放してほしいな。男を見せるぜ。なんだこの曲。すごい激しい。この曲。薩長同盟。徳川幕府。すごいね、真相。多分こっち来てくれ、書く。ここだ。書くにチャージショットを当てる。やはり大事なの。止まらないわ。しゃあ。天にも昇るようだ。力強すぎて体が壊れちゃいそう。誰が考えてんの、マジ。やめないで。誰が考えてんの。最高。意識が飛んじゃいそう。最高でした。お客さん素敵。意味不明。意味不明すぎる。最高でした。天に昇る龍が如くっていう実技解除されてるの。楽しんできはったようどすな。一両分は楽しんだかな。13万やぞ今の。13万。
この3種類の中だったらどの子が好みですか。けなげで一途な頑張り屋さん、受け身が得意の快感職人、快感職人、完璧な体を持つ当店の看板子。完璧な体見せてもらおうか。3番だな。この子はとにかく体がすごい、出るとかはものすごく出ています。ぶっ殺してやる。ああ、くさ、ちゃんと3人用意されてやがった。しかも太刀の悪い男、射殺だ。おれ、死んだだろ、死んだだろ、間違いなく死んだだろ。何時間やったことが10時間、すでに2日で11時間もやっちまった。やめやめやめ